はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。高橋みともです。カラダトークをもう一回リベンジで歌ってみたいと思います。鳥の女僕たちは青春で忘れたのだったり、風が美しく返し、晴れたからたのに、風がなく口が落ちすぎている。誰かと離れ、遊びながら誰も戦争に忘れない自分らしく、でも自分が自分がしていてよ。水上座で座る街、世界さを強くているか、それが男性に対し、それが男性の姿を作り、それが体が好き、はぁ、かれ、そうですね、海が出現から。抜けたぞ、抜けたぞ、には、最初すね、ずっとずっと怖いね。ちょ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 すに、たさかなたの、ずっと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 と、雑誌で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 雑無事が待ちて、無事すぐに。どうしてくれ、なんでかな、たえ。ジャズでは、目が覚めて、今日、どこへ行けんだ。マンガをしたら、そんな時でも、ジャズにとって言ってもいいんだな。全然違うんだろうさ、出なくて、知らんし、あなたで、たくさん、なの、どうしてたんしゃろうが続く。よしゃんたのがいいだ。なんて、うちゃわしね。そんじゃすぐに。ご視聴ありがとうございました。